一晩置いたらゼリーになってる。ゼラチン200、訂正 300% でした。これで石焼き芋売りに来るやつのトロトロ具合ですね。これプロのレベルっす。うわいただきます。もうね、すでにほのかにたぬき臭がしますね。いってみましょう。よっ、気合を入れて。あれ、なんだこれ。なんかなんだろう、いろいろバジルとかあのニラとかニンニクとかいろんなものが混ざり合って、また2日置いたことによってなんか溶け合ってますね。前はもうお互い相入れない感じでしたけど、それぞれの味が全部きましたけどね。なんかちょっと調和してますね。微妙に味わったことない味です。それは間違いない。あ、これなんだろう。でもタヌキの臭さっていうのはあんま感じないですね。なんだろうこれ、味わったことない味だな。食えないか食えるかで言ったら全然食えます。なんだろうこの深い味わい、言葉に言えない複雑で深みのある味わいですね。まあ端的に言えばうまいっす。雑煮、たぬき雑煮。たぬき汁を飲むにあたってですね、まあ時よも必ず遭遇するのは、た
タヌキの毛です。野生をね、かき分けて流し込みます。あらあら、なんだこれ。複雑な味だな。これはね、年を重ねれば重ねるほどなんか好きになっていくかも。なんか子供絶対飲めないな、これ。この複雑な味すごいわ。ある意味アートですね、芸術です。自然の恵み、今日もいただきやす。危険です。ハマってきちゃった。やばいですね、この味にハマってきちゃった。検証の結果、タヌキはまずくないっていうかうまいという結論でした。皆さん、機会があるかどうかは分かりませんが、タヌキ汁お送りしました。ごちそうさまでした。日本にはこれがありますからね、温泉。いやー、本当に日本は良い、素晴らしい温泉大国ですからね。いやー、四季を目で温泉で温まり、冬の良さ、たまりません。